い、皆さんこんにちは。僕は今ね、ゲティセンターというね、ミュージアム、ゲティミュージアムというところに向かっています。ゲティミュージアムはロサンゼルスでもね、一二を争う有名な美術館で、建物もね、すごい綺麗な、ところで観光名所にもなっています。ちょうどね、この進行方向左側のね、丘の上にね、白い建物見えますかね、あれがね、今向かっているゲティセンターです。はい、ここからね、トラムに乗っていきます。今やっぱりね、まだ COVID 中なんで、ここでね、ワクチンの接種記録とかここでチェックするのかな。ここではね、フォト ID とワクチネーション、ワクチンの証明書がいりますね。あるいはワクチン打てない人はネガティブのテスト証明やね。でここでチェックが終わったので、ここからトラムに乗ります。あ、その前にこれセキュリティチェックですね。はい、駐車場は地下にあって、そこに車を止めたら、ゲティまで、ここから無料のトラムが出てるので、それで行きます。でちなみにね、パーキングは高いです。1台20ドルします。ただゲティセンターのね、入場料は無料なんですね。なので一人で来たらね、まあ20ドルかかりますけども、例えば 4,5 人とかで来たらね、一人なんぼ5ドルとか4ドルなんで、全然高い、ミュージアムではありません。はい、到着しました。これがね、ゲティセンターです。僕自身もね、だいぶ久しぶりですね。それこそ10年以上ぶりぐらいですね。建物自体がね、すごい真っ白やからね、もうおってここにいてね、すごい眩しいですしね。でもね、だからカリフォルニアのね、ロサンゼルスの青空にはすごい映える建物で、すごい綺麗ですよ、ここは。入り口の前にはね、こう広場があって、カフェテリアがあったり、すごい開放的でね、むちゃくちゃ気持ちいいです。で後でね、向こうに行ってちょっと景色も見てみますね。今僕が入ってきたのがここのエントランスで、今立っているのがここになんですね。でね、その前に、まあ、ガラス張りのところがあって、向こう側にね、こう噴水があって、その噴水をね、囲むようにパビリオンが、1,2,3,4,5 5つあります。そのパビリオンの中で展示がされています。では外出て展示見に行きましょう。ここがね、中庭みたいになっていて、噴水があってね、でテーブル席が用意されてて、くつろげるようになってます。もうほんまね、素敵なね、気持ちのいい建物です、ここは。こうやってね、ちっちゃい売店が出てるんでね、ここで軽食というか、マフィンとか、あと飲み物とかお菓子とか買って、結構みんなくつろいでますね。やっぱりね、美術館だけあって、一つ一つのね、
デザインというかがもう素敵でね、久しぶりに来たけどね、結構僕今感動してます。これはね、さっき僕が入ってきたエントランスの、ホール、それをね外から眺めている様子です。すごいね、綺麗なデザインの建物です。パビリオンによってね、あの展示の内容というかジャンルが違ってますんでね、とりあえず入ってみますね。では一旦このパビリオン出てみますね。すごいね、こっち側にはね絶景が広がってるはずです。いい天気ですね。はい、出てきました。わかりますか？ちょっと拡大してみますね。このね視線の先に見えているのが、サンタモニカ、そしてベニスビーチ、その周辺の海です。で、そのね、左側に今度目を移すと、今緑が多かった、景観とはちょっと変わってね、ほら、こう都会的な、風景になります。こっちもちょっと、拡大しますね。この手前に見えている大きい道路がね、フリーウェイ45、405っていう、高速道路です。朝僕がね走ってきた道路です。でその向こうにこの辺ですね、これですね、これはセンチュリーシティっていうビジネス街のビル群です。でさらにその向こう、これですね、これが、ロサンゼルスのダウンタウンです。下にはねまた違う雰囲気のほら展望台が、展望台っていうのかな、あります。後であそこも行ってみますね。
はい、いくつかね今パビリオンを鑑賞して外へ出てきたんですが、まだ全然終わってないです。ね、お腹すいたんとちょっと疲れたんで、まあ、ここで何か買ってもいいんですが、どうせね次お庭行こうかなと思ってるんで、この下ですね、お庭があるのでそこを散策しますね。でそこにねちょっとした売店かなあるので、せっかくなんでそっちで食べようかなと思います。今から行くのはねこの先に見えているあのお庭です。ほんまに今日はねあったかくて気持ちがいいです。ほらここもね広く、なんていうのかな、広場みたいな作りになってて、で至る所にね何彫刻が置いてあって、それもね一つ一つたどりながら見るのもまあ、ここの楽しみの一つです。ということでここなんですが、どこが売り場かな、これここですね、中で売ってるんやね。はい、これが今日のねランチです。チキンラップとビール、これね地ビールどこのかな、ブーンビレ、カリフォルニア州のブーンビレっていうところのビールみたいですね。アンダーソンバレーっていうところかな。はい、これです。で周りはどんな感じかというとこんな感じです。すごい開放感があっていいです。はい、そしたらねご飯も食べてお腹いっぱいになったんで庭に行ってみますね。庭はねこの下に広がってます。はい、こんな感じです。美術館の中のね庭とは思えないぐらいね、なんていうのかな、芝生も広がっててね公園みたいになってます。向こうの方からねこう緩やかなジグザグの下り坂を下ってきて、今僕はここに立っています。でこの庭のね中心をこの大川が流れていて、その左右にいろんな植物が植えられていたり芝の広場が広がっていたりします。で僕立っているのはねこの側にかかっている橋みたいな部分で、その反対側にはねほら真っ赤な花が今満開に咲いてます。
この花ね、何の花かねちょっとわからないんですけども、こっから見る限りね、なんとなくツツジっぽいような花に見えます。で、下までは行けないので、まあこの周りから見るだけしかできないですけどね、すごい綺麗です。この花の周りをね、歩道があって歩けるようになってます。ちょっと歩いてみますね。はい、ゲティセンターを出てきました。いかがだったでしょうか。すごいね、綺麗なミュージアムでしたね。コレクションもすごい素晴らしかったしね。現在ね、4時45分です。僕ここに来たのが、午後12時半やったんで、丸々4時間いましたね。それでもね、5つあるパビリオンのうちね、3つしか入りませんでした。で、その見た3つもね、結構浅い見方をしているので、
またね、改めてね、見てないパビリオンと、あと結構飛ばし見したのでね、もっとじっくり見るために、改めて来ようかなと思ってます。駐車場がね、最初に言ったみたいにここ20ドルとちょっと高いんですけども、入場料がね、アドミッションがフリーなので、まあ、その点はね、気楽に来れるかなと思います。ただね、来られる際は無料ですけども、事前にね、チケットの予約が必要なんで、それは忘れずに、オンラインでやってください。で、このゲティね、ロサンゼルスのもう有名な観光地でもありますので、まあ、来る予定がありましたらね、ぜひここも、訪れるスポットに入れてみてください。絶対ね、損はしないと思います。はい、そしたらね、今日はこれで終わります。ありがとうございました。